もしもし。あれ母ちゃん。ティファやん。ちゃう。エアリスやん。もしもし。あーでん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 クラウドと同じパターンやん。クラウド初戦俺の2番戦じゃったってこと。君に会えたこと。かわいい。しかも俺幼少期に会ってるやん。天使。私エアリス。エアリス天使かと思った。あまりにも美しすぎて。君降ってきたの。びっくり。あんたが助けてくれたんだ。かわいい。スカートめくってもよろしいか。なんてめくりやすそうなスカートなんだ。って言ってただけ。クラウド2番戦じゃ。俺の方が早くエアリスに会ってるやん。エアリス。幼少ザックス。なんかお礼しなくちゃな。いいよいいよ。体であろうが。いかない。お、なあ、デート一回行ったのは。ちょ。何それ、バッカみたい。え。やべ。クラスのヒエラルキーの頂点の一軍の男女の話を聞かされてる端っこにいる僕あったら気をつけるでしょ普通みたいな感じ。普通じゃない。うざ。俺そう俺普通じゃない。異端なんだ。ラブレス一生話花なんて珍しいな。ミッドガルは花でいっぱい。財布はお金でいっぱい。そして君のおっぱい。ねえどこ行くの。果ての大地わからんかな。パシン。送ってく。いやーおいおいおい送ってくれんの。え家行くわ。ほんな俺も家送ってく。わからん。俺ともっと一緒にいたいんだろう。うん。えお この女モテます。なるほど。なるほど。天然の女風の魔性の女です。こういうやつほどね魔性の女じゃないような服装を着てんのよ。でも男ってバカだから簡単に騙されちゃうわけ。そう俺も。この店気になるのか。うん、見てるだけで楽しい。おっちゃんが何か買ってあげようか。なあエアリス、何でも買ってやるぞ。もしもしって起こしてくれたお礼に何か買ってやろうか。お礼はデート1回でしょ。それバッカみたいって言ってただろ。あれ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 だって。あれじゃあ今日の記念出会いの。なんかすごいいいの。もちろんいい感じになってませんか。じゃあこれがいいな。わかった買ってくる。付き合うやん。ちょっと待ってて。えこんないいとこいい男を逃してクラウドとあんなにイチャついてたの。ま大丈夫だろねえ。うん、なんかいい感じ。あえ待ってこれリボン。うわあ。ありがとうザックス、大切にするね。ああ。ねえまだ時間ある。なくもないけど。公園行かない。お、なんかデートっぽいな。うん、そういうこと。めっちゃ大切にリボン持ってくれてるやん。めっちゃ一途じゃない。うわすげー。え、じゃあもうエアリスってさもうこのさザックスのこと好きってことじゃない。滅する。綺麗顔瞳気に入った。だったらえ何俺の顔がかっこいいって。もっと近くで見て。魔法を浴びた者の瞳。もっと近くで見て。ソルジャーの証。もっと近くやれ。キャー。もう空みたいな色だろう。うん、この空なら怖くない。確かに俺の周りは普通じゃないことばかりだ。
ねえ、これちょっとあの瞳を見てあまりにも距離が近いでしょ、でちょっと恥ずかしくなっていやーみたいな、でこのいやーってする時の両手で手を押す、これクソエロい、もうのこの押し方、いやエドいだけじゃない、あざとい、あのこうすることで男がちょっとドキドキするやろうなっていうのを分かった押し方な、あれはっていうのを男側の俺も分かってんねんけど、それでいても分かっていても食らうようなスーパーアルティメットバーストです。あれ狙ってやってるって知ってても騙される、無理です。